あのサイズだと結構もう。ムービーはね、電車も俺あるしさ、夕方混むじゃん。あ、女ナンパしに行ったんでしょ。ああ覚えてる。言われてみりゃそうだ。だいぶ待ってたんだ俺あの時。30分、40分、3、40分待ってたよ。いや、全然いいっすよ。うん、自分が帰ってもらったことは全然ないんですよ。うん、自分が閉まったら。いや結構酔っ払ってたからあれかなと思って、それからどっかで女ナンパうまくいって別のとこ行ったんかなと思ってさ、だいぶベロベロでもスタートしてたわけ。うん、だからちょっとそれ待って、うん、待ってるよっつって俺言ったから、別れ際ってか、ちょっとあの女行ってきますわとか言うから、うんうんと思って、まあでも最低でも30分は待ってたと思う。俺もだって飲んでたからあそこで。うん、そうだね、そうだね、去年は行ってねえか。ああ、おととしぐらい。だから帰りがほらあそこ集中すんじゃん、駅が近いから。満員電車で帰るの嫌だなと思って。早めに乗車したんですか。うん、あの時結構行ってましたもんね。俺でも5時過ぎぐらいまではもう夕日ぐらいにはなってたから、5時ぐらいまでは待ってたと思うよ。だって俺別にあそこに何の用があっていたわけでもないから、ただ行ってみっかなと思って。そうですね、うん、オーディエンスに。ああ、監修に来てるから。うん、そうだね、うん、あよ
ってたらそうだ。寝がへんからなのかな、あとは。え？寝がへん。だけど明日仕事でしょ。明日打ち上げられて僕は。ああ。すみません、ありがとうございます。同じのでいい？はいよ。あ、もう来てんの？あの、森はもう来てんの。あ、そう。じゃあ今行ってくる。部屋入りがね、今ね、うん、森は。はい、どうぞ。どうぞ。あ、まり。はい、はい、ごめでは仕事終わったらさっきのオリオいただきますか。ありがとうございます。いや、薪の納豆しか入ってないからね。ああ、ちょうどいいのよ、俺あの食べ過ぎると今度逆に寝れなくなるし。俺ね、いつもね、あの帰りによる中華屋でも完食は基本しないから。あ、そうだ。親父がいつもあの野菜炒めライスとか言っても飯ショーでいいんでしょとか聞かれる。ああ、そうなの。ああ、少なめでいいよ。なかなかっていうともね、佐野さんでもね。ああ、前のあの寿司がありますよ、前に。うんうん、コメント打ってるけどね。たまに来るよ。かわしくれるよ。
プラッと来る。あれ珍しい。うん。進出希望図だから、あの人は。今日勝った。うん。大山。うん。並んだ。並びましたね。分かんねえでもね。分かんねえよだから。試合数どっちが多いか正直。いや多分阪神の方が多いんじゃないかな。あのね、だからドーム球場持ちの方が消化率はいいから。雨で中止とかはないから、うん、どうかな、でも、うん、固め打ちできりゃいいんだけどね。これでサンズとあいつ誰でしたっけ？アベックね、うま、うん。もうそっちはもう関係ないでしょ。あとだから個人タイトルだけでしょ。正直。全部コロナやったらコロナ。あとは阪神で個人タイトルって言ったら、近本の盗塁と。盗塁でもダントツちゃうんか。いやそうでもねえよ。誰が追っかけてます？誰が追っかけてんじゃなかったかな。いや、うん。生ラーメンありがとう。あと誰かいたかな。打点はいねえしな。ああ打率もほら指定打席足してねえからダメだし。ああ福留か。福留でもコーチとかいたらやつだね。阪神残すかね。あの福留をコーチでも何でも。え別にかな。すぐ組にしちゃうかな阪神。確かに。あとは矢野は来年もやるでしょ。だって何だかんだ言って、だって何だかんだ言って、だって順位的には2位なんだから。うん。いくら巨人独走だっつったってさ、うん。あれはやっぱりそれでダメならじゃあどうすんだよって話になっちゃうから。誰？え？誰行くわけ。いや、矢野でいいと思うよ。矢野以外今いてないですよね。いないね。だからこの時期になっても上がってきてないじゃん名前は。みんなさ、かけぐかけぐって言うんだけど、一軍の監督とはまた違うんだよね。はいよ。でもね、あれ矢野も悪いとこあるんだよ。だから藤浪とかがね、ルール破ってさ、はいよ、ルール破ってさ。コロナなんかなったじゃん。あんなのさ、やっぱ矢野がね、あんまり言わないから。だからみんなね、
遠征先で、ね、ヤフク止めがかかった時にびっくりしました。どうみたまだとあれ連れてったの？落ちてからすぐ止めだったから、うん、明け中どうだったかと思ってまいりましたよね。だってドメちゃんだけじゃなくてさ、それこそ阪神を出された鳥さんもなったんじゃねえの確か。なったの？ああ。ボッコボッコなってんじゃん。ドメさんが高かでしょ。そうだからみんなそこなんだよな。まだまだかさ、この先もかかってくるやついるよ。もっとほら空気乾燥してきてるから。ああ、インフルエンザとかなってるのかせえへん。すぐにそうだ、こんな営業しないことあるじゃん。だから、ね、それだからみんなそれを恐れてんでしょ。かぶっちゃったらどうすんの、ね、うん、で判断のしようがねえじゃん。あ、どっちかね、どっちかを検査するまでは。うん、だからインフルのあれでも結局 PCR 回されてってなるじゃん。だからなんとかなったらコロナもね、菌が減っていくの、あったかだったら死んでしまう。まあ死にはしなかったから夏場も減らあんまり減らなかったんだろうけど、減らなかったとかね、うん、みんなもう夏になったら減るなんて言ってたのも、ね、言ってましたね。あれはやっぱりね、コロナはちょっとね、ちょっとわかんねえもんな。だからはっきりしたことを言えるやつが今誰もいないでしょ。なんか絶対変異するみたいですね。ああ、ダメだっつってるね。もうさっきのもう政治みたいな話だって今もうね、コロナに賛否両論ができる。うん、確かに。だから無症状で持ってるやつもいくらでも山ほどいるし、インフルとコロナはいっぺんにかかる人もいるのかな。あ、いるよ。だってもともとだってインフルエンザっていうのもコロナウイルスだからの一種だから、うん、新型コロナいうのが新しくなってるわけだから、うん、だからあの1回かかってじゃあ抗体ができてじゃあもうかかんねえって言うんだったらいいんだけど、またか再感染するって言ってんだから立ち悪いんだから、ね、何度でもだよ本当に。あ、ヨーロッパはもうやばいよ。だから今スペインもフランスもでドイツがやべえっつってた。ああ、お前さ、うん、中国は上じゃないですか。いや、だからあそこはね、増えてってももう増えてますとは言わねえよ。もう分かりました、やめてください。ああ、だけど今日なんかニュースやってたけど、もう北朝鮮が焦ってきてるみたいよ。ああ、だからあの金正恩だっけ、なんか国家を揺るがす一大事になりかねねえからっつって、あのなんかやってたよ。うん、だって北朝鮮にはコロナウイルスかかってるやついねえって今までずっと言ってたんだから。閉鎖できない国だからね。
だって中国国境付近にいるやつら全員銃殺するっつってんだから。やべえよ、ほんとよ。やばいですね。うん、近づくなっつって言われて。すごいから、それができちゃう国だからね。え？何が？あ、ポスター？これね、昔ね、こういうね、南にね、こういう古書古本屋みたいのがあって、もう今なくなっちゃったんだけど、でこういうポスターとかちょっと古い感じの看板みたいの売ってたりとか、そういう店あったのよ。でそこで買ったんだけど、もう今潰れちゃった。やっぱりだからこれって本物なのよ、当時の本物なの。あの売ってるのはコピーでも売ってるんだけど、もっとピカピカなのよ。あの、なんていうの、いかにも新品って感じなの。だけどこれはもう当時のやつだから、もうよれてんのに、ちょっと色あせてきたりとか、うん、ああシャープな、キム・ジョンイル国民に謝罪してたとか、なんか半分涙ぐんでたよな。よく見てんじゃん。だ相当やべえ状態になってんだろうなと思ったよ俺。ああハリーいらっしゃい。掃除はこっち。そう、今日だからキム・ジョンイルはあの演説で涙ぐんでたね。うん、それニュースやってたもん。涙ぐんでた。うん、その国民に負担をかけて、でありがとうって。でこの国は今ね、そのまあ多分コロナのことだと思うけど、危機的状況にあるから、これを国民全員で一丸となって乗り切ろうみたいな。もうだからそれをあれが言っちゃうってことはもうやべえんだよ。もうもう朝鮮中央通信かなんかのやつだから、もうガチガチよ。今まで全部さシークレットだった国がさ突如ああなるってことはさ、もう SOS 出してんだから。今まで閉鎖できたの。ああ、だ俺も見てびっくりしたもんそれ。うん、やるよ多分夜のニュースでも。滅ぼすのは核兵器じゃなかったなんていう話になるかもしんねえよ。一個の国ぶっ潰すのはね、ウイルスやったっつうね。本当にミサイルじゃ国は潰れねえけど、ウイルスで潰れるのかよっていう話だもんね。予防線を張る薬を今作ってるぐらいですよね。予防線ワクチンでしょ。治療薬じゃないからね、ワクチンはあくまでも。かかったものを治す薬じゃないからさ、かからないようにするためのだからね。かかっちゃったらアウティだから。
臨床試験通ってない薬もロシアとかね今やってんだよ、バンバンやってんだよ、あとは自己責任になっちゃうんだから、だから年数書くんでしょ、あれ日本でもやってんのよ、あの人間に対する臨床は、うん、マウスじゃ、あくまでもマウスやからね、だからあのなんだ治験っていうあの、うん、バイトもあるでしょ、あんなの自分のさ体どうなってもいいのかなと思うけどさ、内容によりますわ、治験、うん、まあまあ、ある程度安全性がどこまで担保されてるかだよね、じゃねえとあんなのさ治験バイトとかさ俺大丈夫かよみたいなさ、うん、分かってきたね、金額もらってるでしょ、だから金が出るからでしょ、うん、放射能の原爆の現場も我々行ったことある、うん、北海道の泊まり現場、はいはい、あとも金額バカ的に伸ばせる、リスクがあるからね、うん、だからやっぱ2週間でやっぱり帰ってきました、この断って2週間行きました、でもあのナンシーベルとか測るやつ全部あるガイガーカウンターでしょ、うん、でももうその数字超えたらもう入れないからね、作業入れないから、うん、それでもいるやつはいるよ、うん、あのねあの多分気休めだよあれ、うん、色分けしてるんだ、レッドゾーンね、